こんにちは、モーです。よろしくお願いします。今回の動画はかなり変わった企画で、鹿児島出身の有名人、それも鹿児島の公立、私立の中学校を卒業した、あるいは在校していた有名人、著名人を調べてみました。皆さんがご存知の有名人から、あまり知らないが、その分野では知られる有名人、著名人、また意外なこんな人が鹿児島の中学校出身だったのかと、びっくりするような有名人、著名人もたくさんおります。特に公立中学校のように狭い範囲でびっくりするほど有名人を多数輩出している中学校もあります。今回の動画としては、ご本人の名前、芸名と現在の市町村と中学校、卒業年を記載いたしました。芸名の方に関しましては、本名は一部の方を除き記載しておりません。そして途中で転校した、あるいは詳しい生年月日がわからない方は記載しておりません。そして中学校に関しては統廃合もあって、以前の中学校、現在の統合後の中学校を記載しておりますが、このあたりはご了承ください。今回はウィキペディアやネットの情報をいろいろと調べて動画にしております。正確ではない部分が多少あるかもしれません。また鹿児島出身の有名な方ながら、出身中学がいくら調べてもわからない方々も多数おられます。このあたりは最後までご視聴いただき、皆様からわからなかった、載っていなかった有名人、著名人の方々の出身中学をコメントにつけていただけると幸いです。それでは前置きが長くなりましたが、一気に紹介してまいります。レッツゴー!
はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。できるだけ詳しく調べたつもりですが、なかなか難しい部分もあり、どこまで正確かは分かりませんが、鹿児島の中学校にはたくさんの有名な著名な方々がおられます。今回の動画を見て詳しいことをご存知の視聴者様がおられましたら、最後にあの有名人、この著名人は同級生だよ、後輩だよ、先輩です、あるいは近所でした、何でも結構ですので、当時の様子、思い出なんかをコメントしてください。またいつも通り今回の動画のコメントを、我が中学校の頃の思い出、他県の皆様でも私の中学校にはこんな人がいましたよというのがあればコメントをつけていただけると幸いです。またこれからも鹿児島に関する様々な動画を何でもありありでアップしてまいりますので、チャンネル登録がまだの方はとりあえず見逃さないためにもチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。失礼いたします。